突然で驚くかもしれんがね、白木君。私は君を次期学長、つまり私の後継者にと思っているんだよ。冗談はやめてください。冗談でわざわざ君を東京から呼んだりはしないよ。あなたは誰？誰なの？鬼に？どうして鬼になったんです？人の血を吸ったからだ。